クリーバーンインターモーダルトランスポーテーションデポはアメリカ合衆国テキサス州クリーバーンノースボーダーストリート206にある駅全米各地を結ぶ旅客鉄道のアムトラックが乗り入れている1999年に建設されたクリーバーンの交通結接点はアムトラックとローカルバスの両方を提供している建物にはクリーバーン市の地域輸送システム クレトランのための派遣事務所を併設している。クリーバーン氏は、アッチソン・トピカ・サンタフェ鉄道から不動産を譲渡され、キサス州を介して、セクション5311のための2種の助成金を得た。プロジェクトの総費用40万ドルの80%は5311の助成金であり残りは、市内の土地の寄付や一般的なファンドによるものだった。アムトラックの停車する列車は、 下記の通り、南行列車のシカゴ出発便は、サンアントニオでサンセットリミテッド号と並結され、ロサンゼルス行きとなる。シカゴとサンアントニオ間は毎日運転。北高列車のロサンゼルス出発便はサンアントニオまでサンセットリミテッド号と並結され、同駅で切り離し、サンアントニオとシカゴ間は毎日運転。当駅から乗車できるバスは以下の通り。 ありがとうございます。